のお方のために踏ん張るべ。ロレスローザの国民たち、および客人たち、ゲームを用意した。この俺を殺すゲームだ。その命を取れれば当然そこでゲームセットだが、もう一つだけゲームを終わらせる方法がある。この国に潜む反逆者および国民を裏切った元王族ども全員を君らが仕留めた場合だ。やるかやられるか、お前らが助かる道は誰かを仕留める他にはない。なんだ今の、ムカつくな。ビンゴ、プル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 、デンデン虫か。誰からか。ゾロ、今どこ。ロビンか。王の大地ってとこらしいが、面倒なことになってきたな。誰と一緒にいるの。トラオと兵隊だ。兵隊も人間に戻ったぞ。あれ、兵隊どこ行った。戦士ルメッカ、無事だったが、さっきまで兵隊がここに。兵隊さん、人間に戻ったんでしょ。どんな人。何言ってんだ。あの兵隊がお前の父ちゃんだったんだよ。コロシアムの銅像のおっさんだった。やっぱり。よかったな。いいかレベッカ、まだ泣くなよ。俺が必ずドフラミンゴをぶっ飛ばす。こんなゲームすぐ終わらせるから生き残れ。いいな。分かってんのか麦わら屋。今ドフラミンゴを撃てばスマイルを失うカイドウの怒りは俺たちに向けられる。イカれる四皇と直接戦うことになるんだぞ。そんな先の話後でいい。この国よく見てみろ。今俺が止まってどうすんだ。待ってろドフラミンゴ、今ぶっ飛ばしに行くからな。鳥かごはゆっくりと収縮を続けている。中にいる人間を皆殺しにするために。そうなる前にドフラミンゴをぶっ飛ばしてこの戦いにケリをつけるぞ。ねえ、王宮に向かおうよ。お父様もそこに向かってる気がするの。俺が相手になろう。
石像め、いまいましい攻撃だ。仕方ない、別々のルートで王宮に攻め込もう。よし、俺たちはこのまま真っ直ぐだ。どけやがれ、お嬢ぶっ壊せるだろうな。大勢の元へは行かせない。くそ、邪魔な野郎、これを止めねえと大宮へはいけねえぞ。俺が相手だ。そっくらの野郎、そのどでけえ図体切り刻んでやるよ。今の俺は超スーパー。そんなことには止められねえよ。よー、あの糸を食い止めんぞ。本体は必ずこの中にいるはずだ。奴の攻撃をかいくぐって顔面を狙うか。会いたかったぜ。反逆者ども、貴様らがこうしている間も刻一刻と終焉の時が迫っているぞ。
少し追い詰めたくらいで調子に乗るな。お前らはここで必ず始末してやる。地獄へ落ちろ。魔術神拳バリバリの王将ミッチェの大剣豪になる男だ。お前とは格が違う。入ったな。一気に潰してやる。ロロトワンズーラ。九千の大陸、一世界。戦に集まって挑戦世界三条無尽で消えぬものなし三刀流奥義一大参戦大戦世界本体を必ず一個体分かれることはない。追い詰めて勝ったつもりか。石さえ死ねれば俺に勝てると思っちゃいないか。覇気をまとえば切られやしねえ。てめえの覇気が俺の覇気を上回ってたらな。九山八海切れぬものなし三千世界。刃こぼれすら己の恥と思え。すべての刀剣は黒刀になりうる。刃こぼれなし。稼げるかもしれねえ。助け立ちする感謝います。私たちの船長、命を懸ける価値がある。ルフィはいつでも勝利の切り札。たかだか人間一人の能力だ。止まらねえ方が俺には不条理だ。
けるぞ。人形ゲットを振られるのですけど、ファミリーまでもおもちゃにしたのか。ジータ、ミンゴのいる王宮。どうしたの、ケルちゃん。様子が変。バリバリの誰か来たな。あ、お前か。ディアマンテ。俺がこの手で殺してやるよ。ファイアボール殺しで魔術神拳バリバリのミスター。よっよっよったちを切るところだった。あの糸を止めればいいんだろう。殺されねえのか。待ってろルフィ、お前に危害を加える者は俺が倒す。死ぬ気でかかる。よっ
麦の目一点張り、わしもそんな賭けをしていやす。よりによって海軍大将がそんな考えとは、バレたらただじゃ済まないんじゃないか。一が出るかバチが出るか、わしはこの首一つかける覚悟でさ。バカな人たちってな、ほっとけねえもんですね。殺したのは俺なんだよ。銃の方がいいよな、スカーレットも。銃で死んだ。助けて。家族を二人も奪われてたまるか。お父様、すまなかったレベッカ。未来のないおもちゃだった私には戦いを教えることしかできなかった。母親に似て心の優しい君なのに。だが今日で最後だ。もう戦わなくていい。人間に戻った今、もう二度と娘に剣など振らせやしない。貴様は私が撃つ。そんなに死ぬときゃ一瞬で殺してやる。半月止めろ。あったは任せていいか。もちろんだ。一応聞いておこうか、ここに何をしに来た。お前をぶっ飛ばしにだ。失望したよ。おい、お前が相手し
仲間たちもお前も全てだ。リンゴ、お前をぶっ飛ばしゃ済む話だろうが。
それができねえって話をしたつもりだったのに。通りすがりの海賊がヒーローの真似事か。俺の邪魔をしやがって。違う、お前が俺の邪魔をしたんだ。俺の友達を泣かせて俺の仲間を怒らせた。お前と鳥かごが俺の邪魔だ。何の冗談だ。ゴムの弾力でまともに立つこともできなくなったか。何かよく使いこなしているようだが、あと何秒もつ。オクマの実の能力はまだ惑星という上のステージがある。能力はまれに覚醒し、己以外にも影響を与え始める。うわ、建物が糸になった。バラミシアじゃねえみたいだ。操られるだけのゴミとして生まれたんだ。お前ら人間と俺とは違う。雲の巣がち。ゴムゴムの。聖なる教団ゴッドスレッド。全てを破壊してやる。ルフィたちはドン・キホーテファミリーとの死闘を制し、ドレスローザはド・フラミンゴの支配から解放された。麦わらの一味とサボは海軍の捜索を避けるため町外れにある
キュロスの小屋にかくまわれ体を休めていた。起きねえな、ルフィのやつ。戦いの疲れが溜まっているのよ。そっとしておきましょう。にしてもエースの他に3人目の兄弟がいたとはな。まったくだ、初耳だぜ。だろうな。一番驚いたのはルフィだろう。それはどういうことだ。俺はずっと死んだことになってたんだ。ガキの頃、エースルフィと3人で暴れ回って、将来は海賊だって俺たちは兄弟の杯を組み交わしたんだ。だけど両親に無理やり連れ戻された俺はたまらず海に出て事故に遭った。いや、事件か。革命軍に助けられていなければ死んでいただろうな。その時にそれまでの記憶を失ったんだ。それで革命軍に。よく記憶は戻ったな。頂上戦争の後、エースの訃報を見て全部思い出した。エースとルフィが俺の大事な兄弟だったこともな。それでエースのメラメラの実を手に入れるため革命軍全軍に協力してもらって今に至るというわけだ。じゃあ帰る。ルフィの顔も見たし。もう？なあ、ドラゴンさんにもいい土産話ができた。ルフィには手役だろうが、よろしく頼むよ。そう、任しとけ。エースと似たようなこと言ってやがる。この調子だべ。